はい、よろしくお願いします。冬休み特訓1日目やっていきましょう。で、今回は英語で上の3問は並び替えです。で、下の3問は左側の文と右側の文が同じような意味になるように穴埋めをやってみてください。では一回ね、動画止めてチャレンジしていただいたらチャレンジしていただいて、で、ちょっとね、厳しそうな問題があれば今からね、自分が全部解いていきますので、ぜひね、この後聞いてみてください。ではやっていきましょう。ではまず並び替えからね。で、今回は U があって To the hospital があると。で、あなたはすぐに病院に行った方がいいですね。で、まず、ちょっと切り方がおかしくなりますけど、ここです。ここ、書きましょうか。ほにゃららした方がいい、これの言い方覚えておいてください。これは、まあ、選択肢にもねありますけど、ハドベターホニャララです。ハドベターホニャララ。で、ホニャララの部分には動詞の原型がきます。元の形ね。で、今 you 主語ね、あなたはあるので、その後ろにハドベターを入れていきましょうと。で、まずハドベター使って、ハドベター。で、その後動詞の原型なので、まあ、今回残りね、at と go と once があるんで、動詞の原型 go を入れてください。だからこの時点で、you had better go、 あなたは行った方がいいというふうになります。で、残りのこの at once ありますよね。これまあ答え先書いてしまえば、今読んだ順番です。at once になります。で、これは熟語です。at once ね。これで、すぐにとか、ただちになんていう意味になります。これ熟語ね、有名なので、こちらも覚えておきましょう。なので、今回の答えは、You have better go at once to the hospital みたいな感じになります。いいかな？では次行きましょう。次は、彼は次の日曜日に釣りを楽しむでしょうと。で、ポイントはここですね。ほにゃらら、でしょうです。で、これは未来の話をしてるので、未来形にしたいんだよね。楽しむで、次の日曜日の話なんで未来の話です。で、中学校の範囲で未来形と言われたら2つ作り方を思い浮かべられるようになってください。その1つ目が will です。 will で、もう1個がちょっとうちの子供の声が入ってると思うんですけど、気にしないでください、ごめんね。で、 be going to です。 be going to で、これは will の後ろも be going to の後ろも同じく動詞の原型がきます。動詞の原型ね。で、今回選択肢の中を見てみると will がありません。ってことは be going to で攻めたいと。で、しかもここに is があるんだよね。 he にくっつく be 動詞 is がある。これは be 動詞です。つまり be going to の be はもうここにあるので、こうやってね、 be 動詞ってことはその後ろbe going to を作りたいから、そのまま入れていってください。 going to です。で、動詞の原型残ってるのが next と enjoy と fishing です。で、動詞は enjoy があるので、これ意味は楽しむです。で、今回彼は釣りを楽しむでしょうなんだよね。で、釣りが fishing です。だから enjoy fishing で、後ろに next を入れて next Sunday、 これが答えです。まあ、熟語とまでは言わないですけど、ここね、 next Sunday、 これで次の日曜日という言い方になります。で、例えば今回 enjoy fishing、 これでまあ釣りを楽しむとか、あと買い物ってショッピングって言いますよね。まあ、英語でもショッピングなんですけど、で、 enjoy shopping っていうと買い物を楽しむって言い方になります。で、今回は、まあ、フィッシングは釣りなんで、まあ、名詞にはなるんですけど、あのね、今回問題関係ないんだけど、ぜひ、ね、覚えてほしいのが、enjoy の使い方。例えば、enjoy 楽しむなんで、まあ、勉強することを楽しむっていうと、いや、そんなやついねえよって突っ込まれるかもしんないけど、英語を勉強することを楽しむとか、サッカーをすることを楽しむみたいな感じで、動詞にもう一個動詞をくっつけたい時があるの。勉強するって動詞なんで、勉強するっていうその動詞のことを楽しむって言いたいときは、enjoy、ing っていうのを覚えておいてください。だから、英語を勉強することを楽しみたかったら、enjoy、勉強するは study ね。
studying English なんです。サッカーをすることを楽しみたかったら、サッカーするってプレイだから、enjoy playing soccer っていう感じになります。今回では関係ないんですけど、この enjoy の使い方非常に問われるので、ぜひここで覚えちゃってください。いいかな？僕はフィスティングも ing ついてるんですけどね。これはフィスティングっていう、これは名詞なんで、釣りっていう。いいかな？では三つ目です。彼らはあの映画を見るべきですと。で、まあ、今回の6問の中では、一番もしかしたら、ちょっとマニアックな、ものになるかもしれません。ここ。ほにゃららするべきですと。べき。で、これ、ま、答えにもね、関係するとこなんですが、これを覚えてください。ought to と言います。ought to。で、これね、イギリス英語とアメリカ英語のちょっと発音が違くって、もしかしたら、out to みたいな、あのね、発音に近い方が方もいらっしゃるかもしれないんですが、ちょっと自分が O2 で習ってるので、今日は O2 で言わせてもらうんですが、これがほにゃららするべきという意味になります。で、みんなもしかしたら初見かもしれないです。教科書によっては載ってないんで、これ、O2。え、絶対習ってるほにゃららするべきっていうのは、こっち、should です。should。で、should は絶対覚えてください。これはね、絶対問われます。出るんで。で、ここが、ちょっとこのマークね、ニアリーイコールつって、ほぼ近いっていう表現しますけど、これが、中学校範囲だと書き換えで問われます。should と ought to って。まあ、ほぼ同じって使い方をするの。will と be going ともそうです。書き換えとかで出てきます。すっごい細かいことを言うと、will と be going to も使い方が若干違うんです。で、ought to と should も同じするべきって訳せるんですけど、実は細かく言うと違います。で、まあ、興味ない方いるかもしれないですけど、どういう違うかっていうと、should の方が弱いんです。優しい方の、するべきだよ、みたいな。で、ought っていうのが強いんです。いや、した方がいいよって印象が強くなる。こっちの方が強い。で、もっと、いや、本当にした方がいいからっていう風になると、こっちのハズベターなんです。した方がいいよって。いいかな。そういう感じで、本当に、ニュアンスは本当は違うんですけど、でもまあ普通に中学校、高校受験とかでは同じ書き換え、似たような文にしなさいって時には should と ought to がこういう風に書き換えで出てきますので、ぜひ覚えておきましょう。で、戻って、まず they、主語、彼らはね、they があるので、その後ろに ought to、 これを入れます。で、今回この ought to と should も後ろには動詞の原型です。両方ともね。で、残ってる中が C と movie と、that が残ってて、まあ動詞は C ですね。見るです。で、残りが、あの映画を見たいんで、that があのだから、that movie にすればあの映画だね。だからこれを入れて、これで終了となります。They ought to see the movie みたいな感じですね。いいかな？では、次に、並び替えじゃないや、似たようなね、意味に変えていきましょう。で、まあ、こういうタイプの問題は、訳せたら一番いいとは思うんですよ。でも、実は、訳せなくても解けないことはないと。で、どういうことかっていうと、今、左の文、they must practice soccer hard となってると。で、右の文確認すると、they も、practice も、サッカーも、hard も同じなんだよね、ここ。こう見ると。つまり、ここの must、これを書き換え、同じような意味のものをここに入れればいいんですよねってか、だけじゃん。だから、訳せなくても、あ、マストの書き換えはあれだよねっていうのが知ってれば解けるっていう。で、何かっていうと、マストは、こうです。書き方としては、have と to を書いてるんですが、読み方は、have to と言います。have to。マスト。これ意味が、青に書いておこうか。マストね。ほにゃらら、しなければならないです。さっき、ought to と should が、should の方が弱い、優しい言い方だよって、こっちが強くなるよ。もっと強く言うと、した方がいいの、had better だよ。もっと強いのがこれ、must、しなきゃダメだよっていう。ニュアンスとしてはね、こっちが一番強くなります。しなければならないっていうね。で、この have to も全く同じです。ただ今回これで終了。で、意味としては、彼らは、まあ、彼女らはあるかもしれないけど、彼らは、サッカーを一生懸命練習しなければならないという意味です。両方ともね。で、今回の問題は、have to なんですが、よく出てくる引っ掛けがあるので、一問紹介させてください。それは何かっていうと、主語が、
今回善意なんですけど、じゃあ例えば、まあ、サッカーなんで男の子にしようか。he にします。he、彼はです。そうすると意味が彼はサッカーを一生懸命練習しなければならないという意味になります。で、同じように書き換えが出てきたとき、ここは he に変わります。そしたら、じゃあ同じマストだから白昼で行こうぜってやると罰を食らう。何がまずいかっていうと、he は三単元の s がつかなきゃいけない、主語なんだよね。ってことで、half、まあ half だね、もともとね。これが、has に変わります。まあ読み方は has to なんですけど。主語によってマストをね、白昼に変えればいいじゃんってとこはもちろん知識として覚えておいてほしいんですが、主語によってハーフの部分がハスに変わることがあるので、そこは注意してください。いいね。主語によって変わります。では次。She couldn't find her notebook です。意味としては、彼女のノートですね。ノートを見つけることができなかったです、これ。できなかった。これですね、赤でいっか。ここ、まあ、否定文になってますけど、これ、could って言います、could。これ、could は、ちょっと狭いんでごめんね、カタカナでいくけど、can の過去形です。いい、can、できるです。できるの過去形、できたです。それが否定文になってるから、できなかったになります、今。いい。ってことは、今、またチェックしていくと、C はある。で、find her notebook もあります。だから、この couldn't を、ここ。もう to も入ってるからね。まあ、その分、ここで書き換えしに行きます。で、覚えてほしいのは、まあ、could からじゃなくて can を覚えてください。can、できるね。入ってるかな？ギリギリか。can の書き換えは、ちょっと上に上げるね。be able to と言います。can は be able to と書き換えることができる。これ覚えておいてください。よく出てきます。ってことは、今それに書き換えたいと。で、ちょうど to もあるしね。あるでしょ。で、able は何も変わらないんで、いつも大丈夫です、ここは。安全に入れちゃってください。で、気をつけなきゃいけないのはこの be の部分。be 動詞です。普通に行くと、c にくっつく be 動詞。何も考えなかったら、is って行きたいんだよね。she is able to find her notebook。って行きたいんですけど、元々の文が過去形なんですよ。could を使ってる。過去。で、しかも否定文なんですよ。couldn't になってるから。ってことは、is を入れたいんですけど、それの過去形にするから、まず was になります。is の過去形は was ね。で、それの否定文にしなきゃいけないから、だから、wasn't になります。she wasn't able to find her notebook.っていう感じになる。いいかな。こういう、まあ書き換え、まあこういうね、同じように書き換えるときっていうのは、よく時制で引っ掛けられます。時制っていうのは現在、過去、未来の時制ね。で、こうやって、普通に is って行こうと思うんだけど、元々が過去だから過去にしなきゃダメだよ、みたいな。そういう引っ掛けは多いので、そこに気をつけてやっていってください。では、ラストです。今回はね、両方ともに穴埋めがあるんですが、ホニャララ go shopping this afternoon。で、これは、まあ、買い物に行こう。go shopping. 買い物に行くね。this afternoon. まあ、今日の午後ですね。って意味で、で、こちらが shall があるんだよね。でも、この、一番前が穴が浮いてて、こちら shall ほにゃららで空いてる場合、これ答え先に書きますね。これも有名なので。let's を入れてください。let's go shopping this afternoon. これは、行きましょう。何々しましょうね、let's は。つまり、今日の午後、買い物行こうぜって、買い物行きましょうっていうことを言ってます。いい ?let's。で、let's の書き換えは、これです。shall we? これと、これが書き換え。あと同じだからね、全部ね。shall we go shopping this afternoon? ってやると、同じく、今日の午後買い物行こうよ行きましょうという意味になりますので、この辺もぜひセットで覚えておいてください。はい、という感じで、まぁ、ちょっとね、長くなってしまったかもしれないんですが、まぁ、知ってたこともね、あるとは思うんですけど、こうやって冬休み、毎日ね、投稿していきますので、ぜひね、受験勉強の、なんか、糧ってないな、なんかプラスになったら嬉しいです。はい、という感じで、まぁ、朝一番に見てくれてるか、夜見てるかわからないんですけど、もしね、朝見てる方がいらっしゃれば、じゃあ今日も一日頑張っていきましょう。では、お疲れ様でした。